お家でペッパーランチ作ってみた。イエーイ。醤油ベースとフルーツベース。そんな行く？お前かけすぎちゃう。味濃いめ好きなんで。うん、うまです。やばい。せーの、とんかつ。今日の客はですね、なんとお家でペッパーランチ作ってみた。イエーイ。TikTok とか、まあ、YouTube とかで話題のね、お家でペッパーランチを作るということで、今回ですねホットプレートを用意しました。そしてですね、こちらに調味料もですね用意して、ピリ辛のタレと塩コショウと、で早速作っていきたいと思います。イエイ。はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、熱したホットプレートに油を引きます。今回はコレステロールゼロのヘルシーのごま油です。あんま変わんないと思うけどね。そしてここにですね、今回はじゃん、牛肉ですね。はい、お肉とかもう自分が食べたい分だけを焼きましょう。食べたい分だけを焼きます。私は牛よりどっちかっていうと豚が好きです。今回私はですね2パック買ってきました。ペッパーランチって本当にめちゃくちゃ簡単でお手軽ですぐ食べれるしいいよね。よし、これで塩、まず塩コショウ、これ適量ですね。あのもう味濃いのが好きな人はもうどんどん振っちゃってください。そしてまず土手を作ります。で真ん中を開けて、この真ん中に何を入れるかというと、みんなのお待ちかね、じゃじゃん、ご飯。これをですね2合ですね、ほっからの醤油をですね、適量、まあ大さじ2ぐらい、料理酒一周適量ですね。そして焼肉のタレ、これ多めです。お好きなだけかけてください。これがもう味の決め手なんで、一番のフルーツベースもかけとこう。これ醤油ベースとフルーツベース。そんな行く？お前かけすぎちゃう。味濃いめ好きなんで。そしてこちら行ってからのこのニンニクをですね、これをですね好きなだけ、もう適量です、好きなだけ。でここにあるこのコーンを一缶全部振りまして、そしてですねここにネギをですね、このネギさんをパラパラっとかければ、もうできました。あとバター、あとバター、焦ってた。どれぐらいいく？多めで。多め？これぐらい？はい。でこれをですね乗っけることによって、あ、もうできました。じゃあ蒸し焼きにします。これですね蒸し焼きにしまして、あのちょっと待ちます。まあ2分ぐらいですかね。私はもう早く食べたい。せーの。うわ美味しそう。見てこのバターがいい感じに溶けてる感じ。速攻で食べたいよ。はい、ではほぐしていきましょう。タレだけで白米食える人だから、これはねそれよりも進化をしている。味もね、こうなんかさっきすごい大量にかけたと見せかけて、ちょうどいいんだ。ちょうどいいんですよ実は。完成です。完成しました。イエイ。それではすっごいんだけど、すっごい湯気、もう焼き出するレベルだと思う。でちょっとちょこっとね、ここら辺を、うん、どうすか、うまです。やばい、あっかいから、うん、味付け完璧だわ。ネギとコーンとお肉と白米の相性がバッチリでございます。うん、牛肉のいいところってやっぱちょっとさっぱりしてるところなんだろうね、きっと。そういうの、牛肉さっぱりしてる、豚肉より。うん、本当におうちで簡単クッキングだよね、3分ぐらいの、うん、こういうお手軽もね、すごくね、もう結構ね、お腹すくの起きたらもうお腹空いてるからすぐ食べたいんだよね。そういう時にこれはもう絶対最高だね。ちゃちゃっと作れる、うん、自分で考えたんだけど、カレー粉とか入ればカレー風味になるし、違う味も試してみていいんじゃないかなみたいな。湯気がすごい過ぎてね、口の中に入らないの。バターとニンニクの風味がする。コーンがプチプチしてて、ホットプレートって最高だよね。
冷めたらすぐ温められてまたすぐ食べれるし、ぼっち焼肉とかできるし、食べるのにもう汗かいちゃう先にもう。かっこいい。 TikTok で今ペッパーランチがバズったから、次バズるのはこれだみたいなのみんな出してて、私もめちゃくちゃ今考え途中なんですよね。最近は家でキーマカレーを作ることがめちゃくちゃ多くて、簡単だし、うん、お手軽に冷凍パプリカとか冷凍ほうれん草とかもうバーって入れて、コーンとかもでもひき肉と玉ねぎとみたいな、そればっかね、 1週間に2回ぐらいそればっか食べてる。結構3分どうだろうね、半分ぐらい食べ終わったかな。いい感じです。うん、もう一回ね、温めて、うん、おっこ、お茶は1杯分ぐらいかな。ごちそうさまでした。イエイ。あんだけかけてこそうと思ったけど、味がもう絶妙にぴったりでした。めちゃくちゃ美味しかったです。しかもね、材料もすごく簡単だし、ネギとコーンと、まあ、お肉はもう好きなものでいいと思います。なんかそのダイエット中だと鶏ささみとかでも全然美味しいと思うし、で焼肉のタレも私今日なんか醤油味のベースにしましたけど、塩だれとかも絶対美味しいかなって思いますので、アレンジもぜひ加えてみてください。それじゃあまた見てね。バイバーイ。俺と付き合ってくんない？2番目でも3番目でもいいので付き合ってください。めっちゃ逃げ腰。